よし、完成だ。あれ、おかしいな。変だな、これでいいはずなのに。動いた動いた。いいぞいいぞ。僕の声がわかるか。僕の名前は KATO。 おはよう。あ、そうか、そうだな。コロ、うん、いや犬じゃないし。それじゃ丸いけど、いっそのこと逆にキューブ。いい名前が浮かばないな。ま、あ、よし、こっ。よし、こっちにおいで。これからお前をこの船の一員として登録するから。でないと船内を自由に歩。あ、ダメだよ勝手に。さてと、あ、そうだ、おはよう。乗員の新規登録を。あ、これで部屋に出。自分の名前は。個人の部屋はそれ。入るときはドア。部屋の出入りで困ったときドアの左パネルを。もう一度言おうか。じゃあ次だ。今度は自分でつ。このフロアのどこかに。さあ、ここだ。これから僕の仲間。このドアの向こうは長い宇宙の旅のために。さて、お前に眠っているみんなを起こしてほしいんだ。頼むよ。
サンキュー、その調子だ。皆さん、やっと完成したのか。ええ、私はレイチェルよ。 Nice to meet you。 俺はカーク。あら、ヒュー言ったら。それじゃ一つこいつに奴を起こ、カーク、そうやって人の前にも言っただろう。なんだ。よう、ヒューイ、ちゃんと起きてるか。そいつはカツ。カツ。僕の名はダース。ご長、お目覚めはいい。コールドスリープから。ご長、カトゥーが作ってた名前は。紹介などいい。だがそいつもこのせいぜい邪魔になるブリーフィングがあるんだ。さすが軍。なーに。そうだ、僕たちは目覚めるとまずお前もおいで。大丈夫。ほとんど人間扱いだな。え、読んでみるかい。昔の人たちの僕は。お前自身がチキン。君は何にでも興味を示し、学んだ方がいい。船のあちこちを調べてごらん。人から教わるのもいいけど、ガトゥー。まだこれといってな、学習機能がありますか。そうだな、まず。さあ。
私に近寄るな。何するんです。あいにく私は君たちと違って。でも船長、遅くなってすまない。地球に送る急ぎの仕事があってね。みんなどうだ、調子は。特に異常ありません。うん、おや、そこにいるの。はい。おお、出来上がったのか。では以上だ。ブリーフィングはゲーム。よかったと思って。カトゥ、例のものを見せてあげるから。ベヒーモスですか。それじゃあ僕は先に、後で倉庫に行きますよ。お前もおいで。今回の僕らの仕事、エレベーターを使うといい。メインコンピュータはレブ。だな。改めて紹介するよ。10代目の AI なの。彼はこの船全体を管理。さて、モジュールの中は異常。次は倉庫に。これが僕らが運んで。綺麗だろう。こうして見ている。綺麗なバラにはトゲがあるって言うけど、こいつはトゲジャス。ちょっとコックピットへ来てちょ。どうしたんだい。通信システムの調子が。はい、来いよ。見るのは構わんが、これは軍の管轄。すいません。そうだ、途中で倉庫前の。わかりました。
お前もだ。勝手にそこら。コアンテナの方は？そっちは大丈夫。この通信システム、親アンテナとコアンテナは独立し。船長は何て？詳しく調べてから対策をか。ならよ。そんな。通信はすでに。地球は回りくどいこと言って。外に出てアンテナを直接し。何？俺が言って。やむを得ないか、カトゥ。君も。ええ、わかりました。それじゃあエアロックへ行って準備を手伝ってくる。終わったら やめてください。そんなことしている場。ふざけんなこの野郎。カーク。お前は引っ込んでろ。八つ当たりするのはよせ。俺に指図するな。軽いジョークをいちいち真に受けやがって。忘れんだよ、レイチェルはお前に愛想を尽かしたんだってこと。うろちょろしてて。そ、大丈夫かい？
さっきは人間って。レイチェル、こっち。わかったわ。よし、アンテナ。オッケー。それじゃあ、まずメンテナンスモード。大丈夫？心配するな。カクさん？どうしたの？カク？返事してよ！一体何があったの？大変だ。カクさんの生命維持装置すぐ戻ります。医務室の準備だ。私が行くわ。エアロックは大丈夫。あなたに何が。私は行くわよ。船長は？おい！呼んできます。
宇宙服の生命維持装置。ずさんな管理もいいとこ。チェックは万全だった。急に壊れるなんて怪しいもんだ。それとも何か。爆発音だ。な、船長は。それがいくらよ。一体どうなってるんだこの船。とりあえず爆発音を調べよう。私は荷物の様子を見て。お前はレイチ、何かあったらコクピット。